はい、こんばんは、今日はですね、深井工業さんから出ております、ハンディクリーナー、こちらを紹介したいと思います。はい、こちらのハンディクリーナーなんですが、充電池式ということで、コンセント、そういうやつですね、そういうやつつながなくて電池を入れて、使う、ハンドクリーナーになります。そしてですね、もう一つは、ウェットとドライ両方、吸えるということで、液体なんかね、こぼした時にも、使えるということで、なんかそうですね、外でのなんか使用がね、ガーデニングとかそういうところでもなんか、使えるっていうふうにね、説明では書いてありましたね。はい、じゃあ早速ね、ちょっと、見てみましょう。一応ですね、その充電池の、容量によってですね、まあ、使用できる、時間が変わってくるようですね。はい、なんでこれを買ったかっていうとですね、子供がですね、小学生になって、家でね、宿題っていうか勉強することがね、多くなったというか勉強するようになったんで、消しゴムのね、カスとか結構ね、出るんですけども、机の上でね、テーブルの上かでやるんでね、結構削りカスが出るんですよね。そういう時にちょっとね、手軽に、掃除できたらいいなということで、嫁さんの方がね、ちょっと探してみたら、結構 Amazon での、レビュー、が良くてですね、価格もですね、これ1400いくらだったかな。はい、結構ね安い、今現在だと1445円ですね。はい、で、売っているということで、こちらに、決めたみたいですね。はい、じゃあね、早速、中の方を見てみましょう。はい、まず説明書ですね。はい、こちらの方に、ノズルですね、3種類ですね。はい、ブラシと、細いノズルとですね、ブラシとですね、あとこちらが、これが液体のやつかな、密着性で、ここがね、柔らかくなってますね。はい、この3つですね。はい、それに、本体ですね。はい、こちらの方が、本体になります。はい、スイッチはですね、はい、オンオフと、あと、ゴミ捨てのね、時に、外すボタンですね。はい、説明書によりますと、こちらの方にね、ゴミが溜まるということで、このままね、ゴミを捨てる、ようですね。あと、こちらの方がフィルターですね。はい、フィルター、汚れたら、外して洗うことが、できるみたいですね。はい、こちらですね。はい、至って、簡単なね、構造になってます。よいしょと。そしてですね、問題の、電池はですね、こちらですね。はい、こちらに、入れるようになっていますね。はい、充電済みのね、ネループ4本入ってきました。これをじゃあね、セットしてみたいと思います。はい、じゃあね、セットの方完了しました。じゃあね、スイッチの方入れてみたいと思います。はい、どうでしょう、こんなもんなんでしょうかね。ちょっとおはじきなんかをやってみますかね。お、すごい吸いますね。
はい、はい、おはじきは吸いますね。このアタッチメントか、アタッチメント入れた方が吸いやすいのかな。はい、多分こういうのはね、すぐ、いけちゃうんですよね、多分。はい。普通のおはじきです。おはじきは普通に、吸えますね。はい。そんなに思ったよりは、音がうるさくないですね。はい。まあ、弱いせいがあるせいなのかな、あれですけども、そこまで、うるさくはないですね。はい。はい。じゃあ、まあ普通のね、このブラシと、あと、ちょっとやっぱり気になるのが、液体ですよね。液体が吸えるのか、まあ、吸っても大丈夫なんですよね、多分ね。液体のやつがこれですね。はい。これか。はい。これをつけて、はい、ちょっとねやってみますか。はい、まだ、目的のためには使ってないんですけども、ちょっとね、やってみましょうか。ちょっとねコーヒーが入ってるんですけども、ちょっとね、はい、あーこぼした、あーこぼしたって、はい、じゃあ行ってみます。はい、見えるかな。この中にコーヒーが入りましたけども、はい、濡れてない、濡れてないです。じゃあもう一度、あ、こぼしちゃった。はい、この中に溜まってますよ。綺麗に吸い取れます。全然濡れません。はい、すごいですね。ちょっと開けてみますね。はい、フィルター汚れただろうな、多分。この中はびちゃびちゃですね、やっぱね。嫁さんに怒られそうです。はい、はい、こんな感じでね、コーヒーが、ちゃんと液体が吸えます。はい。ということで、乾電池でね、すぐ使える。本当にすぐ使えました。はい。はい。深井工業さんから、出てます、ウェット&ドライ、ハンディクリーナーですね。こちらの方を試してみました。これはいい買い物だったかな。はい、これから使っていきたいと思います。はい、以上になります。消しゴムカスもバッチリ。